거짓말은 저도 했습니다. 전 영화 감독이 아닙니다. 영화 감독은 제 꿈입니다. 하지만 포기했습니다. 장남인 전 앞으로 아버지 회사를 물려받아야 합니다. 그건 부모님의 뜻이지만 저도 그렇게 해야 한다고 생각하고 있습니다. 왜 자기 자신을 아무것도 내세울 게 없다고 생각하나요? 그런 생각은 좋지 않다고 봅니다. そんなこと誰にもわからないはずだし、何の取り柄もない人間なんていないと私は思います。 映画監督になろうと思ったんですか? 어린 시절 할아버지와 함께 서울에서 영화를 본 적이 있습니다. 그때 전 그 극장이 너무나도 근사하다고 생각했습니다. 신촌에 있는 영화 나라라는 극장이죠. 그 후 전 영화광이 됐고 언젠간 이곳에서 내가 만든 영화를 상영하는 꿈을 갖게 되었습니다. どうしてそれなのに諦めてしまうの? なんかもったいない気がします。 夢をせっかく持っているのに。 夢を持っているのは幸せなことなのに。 私のことを少し話そうと思います。 私は母と二人暮らしです。 父と母は 私が小学校3年生の時に離婚しました。母は出版社で雑誌の副編集長をしていて、頭が良くて仕事もできる人です。それに比べて私はあまり頭も良くないし、夢とかも特にないし、母の期待を裏切ってしまったみたいです。高校1年生の時 私は自殺しようと思ったことがあります。なんでだかは今もよくわからないけど、なんか生きてても仕方がないような気がして、このまま生きてもいいことなんかないような気がして、手首をほんの少し切ったことがあります。怖くなってやめてしまったけど、それ以来 母は私に対して遠慮してるところがあります。別に母のせいなんかじゃないんだけど。 놀랐습니다. 자살을 하려고 했었다니. 전 이해가 안 갑니다. 자신의 생명을 소홀히 다뤄서는 안 된다고 생각합니다. 그러고 나면 토모코의 어머니가 얼마나 슬퍼하셨을까요? 그리고 앞으로 좋은 일이 왜 없을 거라고 생각하나요? 우리에겐 무한한 가능성이 있지 않습니까? 고멘나사이. 怒られちゃったし. 今時 言うかな? こんな臭いこと. 하? 何それ? 何それ? って感じですよね? でもなんかいいんだ. 何が? こういう時、日本の今時の男の子だったら気持ちわかるよとかって言いません? ああ、そうかもね。でしょ?だからなんか新鮮で、気持ちわかるとか言われても、そんなの信じらんないし、言うのは簡単だし。うん、まあね。だからなんかいいんだ、ストレートで。韓国の男の人ってさ、そうなのかな?さあ、でも真面目そうな感じするけどね。そっか。 ここいい?どうぞ。サンキュー。あ、そうだ。今日終わったらたまには行く?居酒屋カラオケコース。あ、いいね。行こっか。行く。ちょっと予約取って。ごめん。私用事あるから。え、何?
ちょっとね。何よ、うん、もしかして韓国語講座とかに通ってたりして。え、なんでわかったんですか？マジ？ね、本気なの？好きになってしまったわけ？いや、そんなんじゃないですよ。いつも日本語じゃ悪いかなと思って。全然そんなんじゃないですよ。じゃあお先に。全然そんなんだって顔してるよ。どうする？どうするって何が？グズグズしてたら取られるかもしれない。私のおじいちゃんとおばあちゃんが日本に来て、私の父は日本生まれで、その子供が私。あ、言葉はできないんですか？なんかね、勉強してみたくなって、うん、自分の国の言葉、この年になってさ。そうなんだ、うん、なんか羨ましいな。ん？何が？だって私んちなんて思いっきり日本人だし、そういうのないし。うん、日本以外にも田舎があるんでしょ？なんかいいですよ。しかもそれが韓国なんて。何ですか？羨ましいなんて言われたの初めて。そうですか？大変そうっていう顔されるから、大抵。そうなんだ。あなたはどうして韓国語を？私？実は好きなの？その人のこと。どうなのかな、わかんない。香港で会ったきりだし。会いたい？うん。それに韓国にも行ってみたいな。そう。みどりさんは行ったことあるんですか？ないよ。そうなんですか？うん、なんかちょっと怖くて、行ったら私はどう見えるのかなって。日本では外国人扱いで、向こうに行ってもそうだったら居場所なくなっちゃうし。でも智子ちゃんとジフンだっけ、うまくいくといいね。うん、そうなるといいな。ありがとう。요즘은어째이메일이뜸하다글쎄좀뜸하네왜엄마근데왜하루종일컴퓨터만힐끔거리냐내가언제임마왜가려고기숙사문닫을시간이야그래가라오빠이렇게늦었는데데려다줄생각은안해무슨일이라도생기면어떡하려고걱정도안되지야너는걱정없다니까오빠혜진아오빠가데려다줄까정말왔구나오 안녕하세요아사히토모코입니다 우와 야저거
오빠, 나 시간 없는데. 오빠! 미안, 미안. 반갑습니다. 앉으세요. 고맙습니다. 커피 드시겠어요? 네, 고맙습니다. 3단 오세요. 3단 오세요. 難しい。はい。いい？どうしたの？へえ、韓国語習ってるんだ。どうせ三日坊主だと思ってんでしょ。そんなこと思ってないよ。思ってない。別に資格取ろうとかそういうんじゃないもん。お母さんみたいに立派じゃないし。お母さんだって立派なんかじゃないよ。え？頑張って。ね。来た。え？嘘。こんなに読めないよ。嬉しかったです。そう。朝井君。すいません。どうしたの？何してんの？教えて。え？先輩と？うん。友達がね、安いチケット見つけてくれてさ。本当に。でもどうして？まあ香港じゃ迷惑かけたしね。それに会いたいんでしょ。会いたい時には会いに行かないと自分から。どうする、行く？こんなチャンス滅多にないよ。行く、私行きます。そっか、でもちょっと急なんだよね。え、いつ？明日。え？ダメダメダメだよ。有給休暇まだ残ってましたよね。使っちゃダメだよ。帰ってきたら頑張りますから。待ってないといけないんです。さん、楽しんできてください。森村さん、そっか、じゃあ行ってくるね。はい、行ってらっしゃい。すいません、山岸です。お待たせしました。早く電話かかってこないかな。좋습니다지훈아
おお。よ。単身の。